皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、久々の検証動画やっていきたいと思います。今回検証するクッションファンデーションはこちらでございます。プリオのキルカバーグロークッションです。今回はですね、こちらをしっかり検証していきたいなと思います。気になる方は最後までチェックしてみてください。それではどうぞ。はい、それでは早速塗っていこうと思います。まずこれですね、プリオのキルカバーグロークッションの、私は4番のジンジャーっていうカラーを使ってるんですけど、これがね SPF50+ PFO+ で紫外線予防バッチリなタイプになっております。パッケージがねめちゃくちゃ可愛いですよね。で、中を見てみると、まあ普通にこういうクッションパフとこんな感じのクッションファンデが入ってます。ということで早速塗っていこうと思います。このグロークッションは名前の通りすごくこうツヤが綺麗らしい、なんか宝石成分が入ってるらしいんですよね。で、このツヤがすごい持続するっていうところと、崩れにくくてツヤ肌なんだけどすごくカバー力があるタイプらしいんです。ということで、言い忘れたんですけど、今日焼け止めまで塗ってある状態でちょっと半顔だけ塗っていこうかなと思います。こっちからこっちね、今塗ってるんですけど、保湿力がかなりあるような感じがあります。色はね、ジンジャーの色で私はいいかも。前なんかの動画で塗ったんだけど、その時は下地が結構白かったから、はい、かなり薄く一回塗りしてみました。色合いはなかなかいい感じかなと思います。はい、比較してみるとこんな感じです。こっちが塗ってない方とこっちが塗ってる方なんですけど、なんかこっちの方が光がこう集まってくるような感じがありませんか？なんか別に白浮きとかはないんだけど、こっちの方は光がパッと集まるような感じで、こう肌が明るく見えるなっていう感じがあります。くすみとかも一切飛んだかな、そんな感じです。で、仕上がりもこんな感じでツヤが綺麗にピカンピカンピカンと、みずみずしい感じかな、潤う感じのツヤ感があります。それでは早速ズームアップ、はい、アップをしてみていただきたいと思うんですけど、私はここにねクマがありますね。クマもしっかりカバーされてるかなという感じと、あとこの小鼻の赤みなんですけれども、小鼻の赤みも結構カバーしてくれてるなっていう感じがあります。うん、いいねいいね。で、この辺にね、私うっすらねシミがねでき始めているんですけれども、それもしっかりカバーできてるのかなっていう感じです。はい、1回塗りのカバー力ですでにすごくカバーされてるなっていう感じなので、とりあえずこっちも塗っていこうかなと思います。なんか仕上がりとしては結構のこう若々しいお肌に演出してくれるなっていう感じがあります。なんかこう内側に水分たっぷり含んでますよみたいな、そんな感じの仕上がりかな。だから多分ね、このファンデつけたら結構お肌が若く見えるんじゃないかなと思います。で、カバー力がすごい高いのがいいね。密着感はすごいあるわけじゃないし、まあ普通ぐらいかな。だからなんか崩れにくさで結構歌ってたけど、ちょっと崩れそうかもしれない、密着的にね。ワンプッシュで全顔いけるぐらいすごく伸びがいいです、とりあえず。で、今日はね下地はもう日焼け止めしか塗ってないので、テカリ防止系の下地とかも仕込んでないので、もう今日は直にこのファンデーションのテカリ具合とかも分かるのかなと思います。はい、 OK です。こんな感じでございます。すごいね、本当にツヤがみずみずしい感じで、お肌がパーンと張りのあるようなお肌に仕上がったかなと思います。今日は検証なので、とりあえずフェイスパウダーものせずに全部メイクをして一回帰ってきたいと思います。はい、メイクを仕上げて帰ってきました。仕上がりはこんな感じでございます。あのね、フェイスパウダー、ハイライト、シェーディングしてません。チークをほんのりこの辺にのせたぐらいなんですけれども、早速細かいとこ見ていただきたいなと思います。まあ、先ほども見ていただいたので、まあ大体カバー力わかると思うんですけど、なんかね肌に馴染んだ感じが結構あるなと思いました。あと私ね、この辺に結構毛穴が最近すごく気になっているんですけど、毛穴もしっかりカバーしてくれてるような感じで、なんか毛穴を全部埋めてくれたっていう感じじゃないんだけど、すごくこうナチュラルに凹凸をこうカバーしてくれたような、そんな感じの仕上がりかなと思います。ベースメイクを仕上げてから大体1時間ぐらい今経ったんですけれども、どん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 肌に馴染んで、最初はすごいうるうるなみずみずしい、ちょっと
まあ悪く言うと少しちょっとテカリっぽい感じの仕上がりかなと思っていたんですけれども、結構肌に馴染んできたと思いませんか？なんかナチュラルなツヤになってきたなっていう印象です。なんかフェイスパウダーとかものせてないけど、この辺とかはしっかり馴染んで、こうマットではないんだけどちょっとセミマットなそんな感じなのと、ちょっとねやっぱりしっとり感があるかなっていう感じがあります。ということでですね、メイクも終わったということで、しばらく時間を置いてですねアップデートをしてメイク持ちを検証していきたいかなと思います。ということで次のアップデートでお会いしましょう。バイバイ。はい、1回目のアップデートでございます。今ですねメイクをしてからだいたい4時間が経過しました。ということで早速見ていただきたいなと思います。何をしてたかというと、まあ動画撮影をしてたりとか、軽く昼食で料理したりとか、まあそんな感じでやっていたんですけれども、どうでしょうか。こんな感じの崩れ方というか、崩れてるかどうかわかんないけど、はい、テカリ自体はなんか塗った時とそこまで変わらないかなっていう感じはあります。ちょっとアップにして見ていただきたいなと思います。はい、目元なんですけれどもこんな感じです。まあ、今回保湿系ということもあってね、目元とかは全然シワになったりとかはなさそうです。私はね目元すごく乾燥しやすいので、乾燥によるシワになったりすることがあるんですけど、それも今のとこないかな。はい、鼻なんですけどもいかがでしょうか。なんか特にねこう崩れてますっていう感じは全く見受けられないかなっていう感じ。口元なんですけど、口元はこういった感じでございます。ほうれい線にね溜まるっていうことも今のところなさそうです。ちなみになんですけど、毛穴落ちも今のところしてないかな、そんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。1回目のアップデートは以上でございます。2回目ねまたアップデート引き続きやっていこうかなと思います。それでは次のアップデートお会いしましょう。バイバイ。はい、2回目のアップデートでございます。現在メイクをしてからだいたい6時間じゃないわ、メイクをしてからだいたい7時間が経過しました。ということで早速見ていただきたいと思います。ねしてたことといえば筋トレもしたし、編集もしてたし、ちょっとお昼寝もしちゃったしって感じで、結構汗ばむ皮脂が出やすい状況だったかなと思います。でね、ちなみに今の感じだとなんか汗かいてから毛を放置してて、なんかティッシュオフとかも全然してなくて、放置したらちょっとね乾燥が感じられます。私なんでだろう、保湿系なんだけど、まあそんな感じで、まあ見た目にはあまり支障はないかなっていう感じなんですけど、なんならちょっとツヤも抑えめな感じになってきたかなと思います。ということでアップして見てみたいと思います。はい、目元なんですけど、目元はこんな感じでございます。そこまでねこう崩れてるとかそういった感じはなくって、乾燥による目元のシワができてることもなさそうです。で、鼻なんですけれども、鼻はね多分ね普通に触ったからファンデーション取れたかな、若干取れたんだけど、嫌な崩れ方っていうのは全然してないのかなと思います。もうちょっとアップにしてみて、ここの毛穴落ちなんですけれども、毛穴落ちも今のところしてなさそうな感じだと思います。若干この辺しっとりしてるかな、すごく。あ、この辺は結構皮脂は出てるかな。崩れ方的には全然汚くなくて、ファンデーションが薄くなったみたいな、そんな感じだと思います。はい、そしてね口元なんですけど、口元もほうれい線ね溜まってることもなく、なんかいい感じかなと思います。粉を吹いてることもなく、そんな感じかな。はい、そんな感じで2回目のアップデートでございました。なんか全体的にファンデーション自体は少し薄くなったかなっていう感じはしてるんですけれども、まあ大きい崩れ方、汚い崩れ方っていうのはなかったのかなと思います。あとね鼻がね、まあ、一番皮脂が出やすいところっていうのもあるんだけど、鼻とおでこが結構ちょっとベタベタというかペタペタという、なんか皮脂が出てる感じがあるので、まあテカリっぽくは今は見えてないんだけど、後々ちょっとテカリっぽく見えそうだなっていう感じはありました。はい、ということで2回目のアップデートは終わりでございます。3回目のアップデートでお会いしましょう。バイバイ。はい、3回目のアップデートでございます。見て後ろ超汚いんですけど、まあ気にしないでいただきたいと思います。片付ける、片付けるね。ということでメイクをしてからだいたい11時間が経過しました。見て、めちゃくちゃたかってるの、やばくない？料理とかをしていたんですけど、めちゃくちゃテカった仕様になりました。テカリ仕様のお肌です。
ちょっとね、やっぱり今回グロークッションということもあって保湿力が結構高めっていうこともあって、結構ね、テカリが10時間、11時間も経てばテカリが結構ありますね。ということで、はい、ちょっと拭き取る前に早速アップをして崩れ方見ていただきたいなと思います。はい、まずは目元なんですけれども、目元はね、そんな ここにね、こう乾燥によるシワっていうのは全然ないのかなっていう感じです。で、あと鼻なんですけど、もうテカリすぎてやばいんだけど、鼻なんですけど、鼻はね、なんかファンデーション取れたかなっていう感じはあるんですけど、そんな汚い崩れ方、ここになんかファンデーションが溜まったりっていうのも全然なさそうです。そして口元なんですけど、口元もね、ここのほうれい線のところにファンデーションも溜まってないので、崩れ方としてはそこまで汚い感じではないかなと思います。ちなみに毛穴落ちなんですけど、毛穴落ちも全然してない感じです。はい、ということでですね、結構崩れ方としては綺麗なんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱりね、こう皮脂が出やすい時期でもありますし、まあ、皮脂が出やすい状況でもあったっていうのもあるんですけど、顔中がマジで油田やばいということで、あの崩れ方は汚くなかったけど、テカリがすごいのでティッシュオフします。これでティッシュオフで綺麗に保ててくれてたらいいんじゃないかな。はい、ティッシュオフをしてみました。こんな感じです。ティッシュオフをしてもこんな感じのツヤは残るような、そんな感じかなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、こんな感じでございました。なかなかね、良かったですよ。本当に夏だからテカリはテカったんだけれども、皮脂テカリ防止とかの下地をつけちゃえばいいのかなとも思ったし、みずみずしくて若々しいお肌作りしたいよっていう方とかはすごくいいんじゃないかなと思った次第でございます。はい、こんな感じのクッションファンデーションでございました。まあ、少しでも参考になったら嬉しいです。今回ね、このグロークッションは、まあ、やっぱり秋冬向けなのかなと思いました。乾燥が気になる時期に使いたいなと思いました。今の時期使いたい方とかだったら、皮脂テカリ防止の下地を仕込ませるなり、なんか皮脂テカリ防止のパウダーつけるなり、何かしらこう施した方がいいかなと思ったんですけど、まあ、崩れ方としてはすごく綺麗だったのかなと思います。私的にね、もう一個のあのマットタイプあるじゃないですか。マットタイプよりも私はこちらのグロークッションが好きだなっていう感じです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございます。今回はクリオのキルカバーグロークッションを検証してみました。少しでも参考になったら嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。もしよろしければチャンネル登録とグッドボタン、インスタグラムもやってるのでチェックお願いします。それでは、バイバイ。